どうも皆さん、こんにちは。百獣の竹井です。今回も始まりました。百獣の竹井でございますけれども、今回はちょっと、新しい企画をご紹介したいと思います。ただいま私はですね、日本フェンシング協会の会長としても活動しているんですけれども、ちょうど本日ですね、フェンシングの方ではですね、フェンシングの全日本選手権、はい、が、スタートいたしました。現在予選から準決勝までを行っているんですが、その決勝戦が11月に開催されることが決定しております。その中ではこれまでフェンシングをプレーしてきたフェンサーたちが誰が一番強いフェンシング選手なのかというのを決めるんですけれども、それと同時にですね、世界中のあらゆるアスリートがフェンシング剣を持って戦ったら誰が一番強いのかと、それを僕自身知りたいなと。そしてもしかしたら、現在のフェンサーたちを超える逸材が、世界の中にはまだまだ埋もれているんじゃないかと、そういう可能性も引き出していきたいなということでですね、今回剣術王という名前でですね、新しいイベントを開催いたします。本日は、その出場選手、計8名になるんですが、その中の A ブロック4名の選手を、皆さんにご紹介したいと思います。世界から集まってくれた、まあ世界で活躍すると言っていいんでしょうかね、トップアスリートたちが集まってくれておりますので、ぜひ皆さん剣を持って戦ったらフェンシングの選手以外なら誰が一番強いのか、8名の選手が、これから続々と、名乗りを上げます。まずは最初の4名ご紹介しましょう。こちらの VTR をご覧ください。どうぞ。まず最初に登場するのはボクシング界からの刺客、ボクシング現役世界王者、京口ひろと。京口選手、はい、お願いします。ボクシング世界王者として、はい、この剣術王に参戦してくださいましたけれども、はい、フェンシングで対決ございます。いかがですか？いや、全くの違う競技なんで、どういう風になるか分かんないですけど、まあ、勝負事なんで、やっぱそこはこだわっていきたいですね。やはりそこは勝ちたい。勝ちたいですね。ボクサーはやっぱりジャブ。そうですね、前の手はよく使うんで、はい、その共通するところかな。その前の手を使うフェンシングでございますけど、はい、まあ、拳ではなく剣先、約1メートル先の剣先で相手を制する、これいかがでしょう？わー、そうですね、いや難しそうですけど、まあ活かせれるかなっていうふうには思うので、ボクシングそれを活かしてちょっと勝っていきたい。ボクシング界からボクシングを代表しての出場でございます。いかがですか？まあボクシング代表として恥じないように、最高の戦いを期待しています。はい、カメラに向かって、剣を持っても俺は最強だと、そういう一言お願いします。まあ今回はグローブじゃなくて剣ですので、まあ、しっかり制して勝ちたいと思います。よろしくお願いします。続いて登場するのはテコンドー界からの刺客、身長2メートル、テコンドー界の大巨人、全日本選手権8連覇、江畑秀則。お疲れ様です。お疲れ様です。続いての参加者はなんと身長約2メートル、テコンドーからやってきてくださいました、江畑秀則選手でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江畑選手、はい、普段はね足技を使って相手を制するテコンドーでございますけど、はい、今日はフェンシングです。いかがでしょう？そうですね、まあ、普段やっぱり使いづらい足を制してるんで、まあ、剣使っても全然問題じゃん、まあ、もしろ手を使うってことはもっと簡単じゃないかなと思います。ほう、相手はですねボクシングの世界王者、京口ひろと選手です。はい、どうでしょう？
いやーそうですね、僕京口さんの YouTube もたくさん拝見させてもらって、まあ、あのやっぱりステップですよね、あの本当に速いステップをどう攻略するかなんですけど、まあ、やっぱ身長差がなんか聞いてる話だったら40センチぐらい差があるということなんで、はい、40センチ僕の前に入ってくることはできないんじゃないかなと思いますね。リーチでいうともしかしたら7、80センチ差があるんじゃないかと思いますけど、あなおさら多分絶対負けないと思います。なるほど、自信はある？めちゃくちゃ自信ありますね。ほう、今回あの他にもですね、いろいろな格闘技だったりとかアスリートたちがこの剣術王に参加しますけれども、最後まで勝ち抜けば3試合を戦うことになると思います。はい、決勝までたどり着く自信はどうでしょう？一番ありますね。まあ、あの左右に動かれる競技じゃなくてこう直線上に動くフェンシングってこう、はい、競技だと思うんで、左右に動かれるとすごいややこしいんですけど、こういう動きだったら正直リーチがものを言うんじゃないかなって僕は思うし、そこはもうテコンドーのステップと似てる風に僕は考えてるんで結構自信あります。なるほど、それではカメラに向かって俺が最強だというメッセージをお願いします。格闘技そして武道すべては体、体格、リーチが最強だということを証明します。よろしくお願いします。お願いします。続いての登場は空手、キックボクシング、総合格闘技すべてに能力を発揮する第2代ライズウェルター級王者ブラックパンサーベイノワ。続いての挑戦者はキックボクシング、そして空手をベースとしたブラックパンサーベイノワ選手です。よろしくお願いします。おっす。おっす。いざましくなりますから来ましたブラックパンサーベイノワです。お願いします。武井壮に激似だと言われているそうですけど、いやついにここで初対面。はじめまして、ありがとうございます。いやありがとうございます。いや僕も本当にちょこちょこ言われてきたんで。本当ですか？確かに僕もあの目の前で見て似てんなって本当ですか？はい、いや僕もずっと感じるものはあったんで。なるほど。ただ初めて会うタイミングがここってっていうのありますよね。地べたで地べたで、はい、やっぱブラックパンサーなんでね。そうですね、ワイルドに行ってほしいなと思います。いやワイルドに行きますよ、もちろん。さあ今回はおっす、剣術王ということでおっす、フェンシングで戦っていただくことになります。いかがでしょう？なるほど。いやでも自分のバックもやっぱり空手ということで、まあ、空手から今までキックボクシングだとか総合格闘技だとかそういうルールにも挑戦してきて、はい、空手は何にでも対応できるんだぞっていうのを見せてきたので、ほう、はい、まあまあお笑いもそうですけど、ほう、もう何に対しても対応するぞっていうのなるほど。そういう意味では絶対負けられないですよね。全方位的な能力で勝ちに行こうということですね。おっす。いい試合しましょう。おっす。続いての登場はムエタイ世界3団体統一王者、その完成されたファイトスタイルから日本のムエタイ史上最高傑作と呼ばれる男、吉成名高。さあ続いての挑戦者は、はい、ムエタイのですね、メジャー3団体史上初の統一王者ということでございますけども、はい、吉成名高選手です。よろしくお願いします。お願いします。ムエタイ最強やってきてございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ光栄です。今回はですね、剣術王ということで、はい、フェンシングなんですけども、はい、いかがですか？そうですね、まあ、オリンピック競技でよくこう映像とか、はい、試合してる映像を見たことあるんですけど、まさか自分がやるとは想像もしてなかったので、ほうほう、すごいドキドキしてます。今日の対戦相手なんですけど、はい、空手そして総合格闘技、空手、はい、そして、キックボクシングなど主戦場にしている、はい、ブラックパンサーベイノワという選手なんですけど、はい、ご存知ですか？あ、もちろん知ってます。いかがですか、ムエタイと、はい、キックボクシングちょっと近いところあると思いますけども、はい、まあ、同じ立ち技の格闘技として、はい、いかがですか？そうですね、やっぱり、まあ、ベイノワ選手大きいと思うので、はい、ちょっと僕の方が小さいからちょっとこう小回りが効くのかなと思って、ほうほうほう、そこをちょっと活かして戦いたいです。スピードでちょっと攪乱していきたいと思います、はい、頑張ります。じゃあちょっと今日の
戦いに向けて意気込みを一言お願いします。はい、今回最初は練習するということでしっかりここでもう覚えて、本番ちょっといいパフォーマンス見せれるように頑張ります。お願いします。了解です。三重大会の井上尚弥になるであろう吉成七香が旋風を巻き起こすのか非常に楽しみにしております。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ムエタイ、ボクシング、キックボクシング、そしてテコンドーから4人の刺客が集まってくれました。剣を持ったら誰が一番強いのか。ついに始まります。剣術王1回戦グループ A でございます。吉成七香、江端秀典、ブラックパンサーベイノア、そして京口博人、この4人がまずは1回戦、そして準決勝を戦うことになります。この次の動画でこの戦いを皆さんにご覧いただけると思います。そしてグループ B も最強の刺客が4人集まっております。こちらも皆さん、近日中に予告編を出したいと思いますので楽しみにしていてください。それでは剣術王第1回戦グループ A、 あと数日で皆さんにご覧いただけると思います。その時をお待ちください。それではまたお会いしましょう。さよなら。